おはようございます。というわけでね、今日は11月の12日金曜日ですね。なんですけれども、今日はね、ついに東京の方に向かうんですね。で、何しに行くかっていうと、それはね、動画を見てからのお楽しみってことで、今日はね、今、7時27分なんですけれども、ちょうどね、写真の現像作業をやってたら 朝になっちゃってて、いやー、ちょっとね、作業してたらね、気づいたらこんな時間だった、みたいな感じになってしまったので、いや、今日どうなのかなって思ったんだけど いや、ちょっとね、まあそういう感じで、ちょっと今日はね、動いていこうかなって思います。今日の、朝ごはんなんですけれども、こちらですね。ワッフルなんだけど、このね、ストロベリーダブルっていう、これね、この前ね、写真撮らせていただいた方からね、いただいたものなんですけれども、いや、これめちゃくちゃ美味しそうだなと思って、今日早速食べてみようかと思います。朝ごはんだね。いやー、これさ、すでにぎゅうぎゅうなんだが、いや、どうしよう。本当に、これ入るのかな？いや、もうこれさ、入らないんだけど、いや、これ上から乗るしかないかな。仕方ないかな。まあ、仕方ないか。本当に風が強い。足が風が強いんだよね。バス代をきっちりためにね、一工夫、歩いて、この橋に向かってるんだけど、足が強いし、距離もね、結構あるんだよね、ここ。ようやく渡りきりました。本当にね、10分ぐらいかかるんだよ。いや、ここね、本当どうにかしてほしいかなって思うけど、まあね、車を使いよ俺っていう話ですね。はい、というわけで、そう、ちなみになんだけど、このね、長崎空港からこのハウステンボスへのね、直行便っていうのもあるので、ぜひね、長崎空港からね、ハウステンボス行きたい人はね、これもね、利用してくれたらいいなって思いますね。突然の宣伝。搭乗手続きが終わったんだけど、いやー、すごいなんかお腹すいた。なんだけど全然ね、食べる時間がない。ご案内いたします。本日は。バイバイ。
完全に置いてけぼりになってしまった。ここどこだろう、誰もいないんだけど、意外とたっぽいですね、こっち側だったら。なんと近いところにヤマダ電機があった。いや、ヤマダ電機ちょうどね MacBook Pro かな、すごく気になってるのでそれを見たかった。どこかな、ついにまだね自分のは着てないんだけど MacBook Pro が気になって、すごい綺麗、確かに
しかもめちゃくちゃ滑らか。あ、でも打ち心地も全然違う MacBook Pro と。言うほど重さは気にならないかな。なんかそんな感じはした、うん、軽いじゃん。なんとジャストすぎた。あるかな。あ、あったあった。どれかな。物もらい。はい、無事確保、物もらい。これでね、この真っ赤になってるのを引くことができるってことらしいので、いやちょっと帰ったら使ってみようかな。流れでビッグカメラに行ってきます。しまった。そういえばまだ予約してなかった。来週に控えてるんだった。めっちゃ楽しみ。いや、アンカーリンクスね、あのアルファ6400を導入してから欲しいなって思ってたけど、もう一つ買いました。なるほど。出口がここ。ここですね。毎回思ってたんですけど、なんだろうな、地下鉄って駅っていう駅がなくって、突如として現れる感じがすごい不思議な感覚。わかるかな、この気持ち。というわけでね、今日のホテルはこちら、ホテル新御苑っていうところですね。ここね、今日会う方がね、見つけ出してくれたんだけどね、いやなんかどういうところなんだろうっていうのがすごく気になって、っていうかここが入り口？あれ？どういうこと？え、合ってる？ホテル新御苑。新御苑？新御苑じゃないかもしれないな。違う？こっち？ちょっと違ったっぽい。いや、なんか分かった。こっちじゃなかった。ここをね、曲がらないといけないんだった。そうそう。お、お疲れ様でーす。いや、なんか、いや、ちょっと、多分そうだろうなって思って、はい、思ったけど、いや、なんか知らない人の手でちょっと会話を始めようかな、どうしようかなって思いながら、道間違えた。あれ開いてんのかな。ああ、え、開かないよ。開かない。愛車さん。愛車さん。そんなことある？どうだろう？今日の宿。今日の宿、そして開かない鍵。愛車さんに来てもらいました。結局、あ、開いた？開いた？長いこと幼い。開いた開いた。お、あ、よかったよかった。よかった。また。場所は自由？あ、ここかな。うん。愛車さんここら辺に確か入れてた。じゃあもう愛車さんのやつ、あの暗号を教えてもらって、どっかあのご燃えるゴミに燃やしておこう。そんぐらいのサプライズいいでしょ、ハプニング。立てかけた。ちょっとごめんね、 26.5 センチで。あ、同じですサイズ。大事。自分どこ入れたっけって、ちょっと間違えたふりして愛車さんの靴あったほうがな。はどういうこと？
何言ってんの、アイシャさん。俺のだし。帰れなくなる。アイシャさんの死なん、燃えたんじゃない。オッケー。ここ？あ、で、ここの、うん、あれ、あ、上か。え？あ、落ちますよ。あ、本当に？じゃあね、このこいつだけ。あ、こっちでいいんですか？うん。ありがとう。はい。すごい、このコートめっちゃおしゃれやね。コートっていうか、ジャケット。うん。これ自由です。マジで？え、すごい。え、こういうの出してんの？え、なんか売ってました。最近？え、春ぐらいですかね。春？扉を開けて。アイシャさん、雪だるま作らんば。ジローさんにちょっと非行なんですけど、うん、テレビないんですよ。え、テレビないの？あ、でもね、サブスクで見れるよ。あ、そうなんだ、うん、サブスクで見る。応援上映。え、すごい、めっちゃ可愛い。え、っていうか俺もこれ持ってきたよ。あ、やっぱり。うん、やっぱり可愛い。これジロー君とリアルで始めましたのにすぐ消してる。いや、もう何にもない。でででめっちゃ面白い。めっちゃ面白い。動画ありかなって思ってた。あ、いいね。ありあり。撮れる撮れる。撮れるね。ね、さっきね、さきちゃんと二人で、うん、出ました。今日は。アイシャさんが寝てる間に、このジャンスカをペンキで塗ったらどうなるか検証しました。さきさんの財布めっちゃ可愛い説。もう完全にさ、これ、あの、さきさんの私物とは思えない感じの、これだ。ジャケットとかね。さてさて。え、めっちゃいいね、ここ。いいですよね。うん。ジローズチャンネルの試し、うん。シンプルに言って、天才、ここ。いや、ここ見つかんなかった。なんで？なんで見つかんなかったんだろう。なんかね、ビジネスホテルで検索すると、出ない、検索に引っかからないんだよね。え、めっちゃいいな。うん。あ、横ですね。ああ。あ、じゃあもう一回上じゃないですか。うん。あ、OK です。さすがですね。飛行機代かけてきただけの奴隷だからちゃんと撮ってます。いや、マジで。もうここでなんか穴行き始めるんでしょう。生まれて初めて。捕まりますんで。酔っ払ってないよ。ロースカツ丼もいいけど、チャーハンいいな。サキさんな。え、これ絶対美味しい。サキさん、これがいいよ。これ一択。これで、これしか勝たん。え、グリルチキン弁当だって。え、美味しそう。そうなんだ。え、採用。君に決めた。さあ、ゲームを始めよう。そうじゃない。で、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 闇の扉が開かれる。かっこいい。ちょっと待って、副音声うるさい。遠路はるばるお越しいただき誠にありがとうございます。ご自由にお使いください。違う、ここを押して。あ、どうぞ。今日の晩餐。今日のブロッコリー。今日のブロッコリー絶対うまい。今日のブロッコリー。今日のブロッコリー美味しい。あと個人的に気になるのはこのメンマ。あの、メンマ美味しいですよね。メンマがめっちゃ気になる、うん、食べます。絶対絶対今が一番面白いから。いただきます。だって明日の夜とか絶対もう今日出し尽くしてるもん、うん、めっちゃうまっ。美味しいですよね。え、めっちゃうまっ。もっと食べていいです。マジで。え、めっちゃうまっ。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ。好みが違いすぎる。ベイビー、あと裏に1枚欲しい。欲張り。そう、ドンキで買ったんですよ、うん、900円ぐらいかな。でもなんかあれね、あの、このロゴステッカーを貼るとさ、900円に見えないよね。そう、ロゴ大事、うん、なんか程よくピンクだし、すごい。これ普通に1万円で売ったら売れそう。売れない。売れない。絶対売れない。絶対売れない。かわいい。かわいい。こんにちは。お前がやるんじゃないよ。さきちゃんです。違う、こっちだよ。さきが言うんだ。こっちだよ。今日はなんと岡本さんさんに宿泊してるよ。
かわいそうに。かわいそうに。かわいそうに、くめちゃん。今から準備。